安心です。今回はですね、ヤクルトの新外国人投手、ガブリエル・イノア投手の細かいデータを調べてきたので、そちらの方を紹介したいと思います。で、この動画ではイノアの球種とそれぞれの平均球速、ゴロフライ比率、オープン戦と練習試合での配球について触れていく予定です。新外国人ということで、イノアはもじゃもじゃのヒゲというイメージしかないよって方も多いのではないでしょうか。この動画でイノアのことを勉強しておけば、6月19日に開幕と言われているプロ野球をより楽しめるようになるかもしれませんね。それでは本題の方に入っていきましょう。まずは球種と平均球速ですね。イノアの持ち球はストレート、スライダー、ツーシーム、チェンジアップの4球種です。練習試合での広島戦でカーブを2球だけ投げていたので、今後積極的に使っていくことも可能性としてはありますが、来日後の投球では今のところこの4球種が主体となっています。2月29日の巨人戦でリリーフとして2イニング投げた時はストレートが常時150キロ出ていたんですが、先発時は球速がやや落ちる傾向にあったので、先発としてのストレートの平均球速は1キロほど落ちる可能性があります。ちなみに4球種の投球割合はこのような感じとなっています。基本的にはまっすぐで押していくスタイルで、変化球は一番得意だと思われるスライダーが一番多く、ツーシームとチェンジアップは同じぐらいの割合で投げていますね。各球種の詳しい説明は配球についてのところで深掘りして話していきます。続いてはゴロフライ比率です。イノアのゴロアウトは20個に対してフライアウトは12個でした。ゴロフライ比率、通称 GOAO は1より高ければ高いほどフライよりゴロが多いことになるのですが、イノアはこの期間 1.67 とかなり高い数字でした。三振やライナーの数も合わせて計算するとゴロアウト率は 45.5% となりますが、昨年セ・リーグの規定到達者の中で一番ゴロアウト率が高かったのは阪神の青柳投手の 40.9% だったので、母数が少ないとはいえ、イノアは前評判通りゴロピッチャーであることは間違いなさそうですね。ただ15イニングで非本塁打が2というのはやや気になるところではあります。本拠地が神宮球場という狭い球場であることから、ヤクルトはゴロピッチャーを集めることは理にかなっていると思います。フライがしょっちゅう上がる投手だと一歩間違えたらスタンドに入ってしまう可能性がありますからね。それにもかかわらず、今のヤクルトにはゴロ率の高い投手が少ないんですよね。去年のセ・リーグのゴロ率平均は 47.2% なのですが、スラッガーの選手名鑑に詳細データが載っているヤクルトの主力投手12人のうち、この平均を超えているのは石川投手とマクガフ投手の2人だけなんです。こういう事情もあることから、今年の新外国人補強は打たせて取るを意識した補強だったのではないかと推測しています。もう1人の新外国人のクック投手も前評判ではゴロピッチャーで、打たせて取るためにメジャーでゴールドグラブ級のショートエスコバー選手を取ってきたことから、今年の外国人補強は非常に一貫性のあるものだったなと思っています。最後に配球について触れていきたいと思います。まずは対右打者からですね。スライダーが一番の得意球種ということで、打者から逃げていく外のスライダーは一つの武器になっています。それ以外はまっすぐはアウトコース中心、インコースは右打者に食い込むツーシームが多いですね。ただツーシームは3回目の登板となった阪神戦から急激に割合が減っていったのが少し気になります。チェンジアップは右打者に対してはほとんど投げておらず、実質左打者専用の球種となっていますね。ということで、次は左打者への配球を見ていきます。対左打者の場合、チェンジアップを使うようになるんですが、抜けることが多々あり、そこまで精度がいい球種だとは思いません。で、これだと左打者を苦にするのではないかとなりそうですが、対左打者でかなり使えそうなのが内角へのスライダーです。こちらを見ていただければ分かる通り、インコースへストライクからボールになるスライダーを何度か投げていますね。この球で何度か空振りを取ることができています。先ほど阪神戦からツーシームの投球割合が減ったと話しましたが、同時にこのコースへのスライダーを使い始めるようになりました。これは完全に推測なのですが、阪神戦の前に先発したソフトバンク戦で中村晃選手からこれで三振を取ったのをきっかけに使い始めるようになったのかなと思っています。そして左打者に対しては、右打者の時よりもインコースへのストレートを投げることも多くなっています。これらを踏まえると、イノアは現状右左関係なくストレートとスライダーで抑えていく投手といった感じになりますね。これでチェンジアップとツーシームをうまく使えればかなり勝てる投手になりそうです。ということで、以上がイノアの解説となります。今後もこういったデータをまとめた動画を出していく予定なのですが、新戦力の投手や若手投手の中でこの投手を取り上げてほしいといった要望があれば、ぜひコメントの方で教えてください。ということで、今回の動画は以上になります。よかったただ高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。概要欄から Twitter のリンクも貼っておくので、ぜひそちらの方もフォローしてください。では。